はい、皆さんこんにちは。今日はね、西脇市のね、極楽寺さんかな、ハスの状況を見に来ましたね。ショート動画になると思います。状況だけですんでね。はい、ちょっと車ね、そこにちょっとの間だけ止めらせてもらいました。あんま用のない人は止めたらあかんって書いてありますけどね。ちょっと申し訳ないけど、少しの間なんで。ハス池広がってますね。しかしまだつぼみのところが多いな。はい。じゃあちょっと向こうの方行ってみましょうね。極楽禅寺。あの辺のつぼみ、ちょっと先かけてるもんな。咲いてるわ。白いな。白いハスが咲いとる。はい、ちょっと熱でね、動画が切れると思いますんで、早急に見ます。で、こっちが極楽寺さんのね、ハス池です。今年、こっちがピンクやな。ピンクっぽいのがあるな。綺麗に咲きかけとんな。まだ咲いてないけど。この辺ね。はい。向こう側もなんか咲いとくしな、これ。ね、まあまだまだこれから見頃が来そうですね。これもうハスの花も終わる頃かなとは思っとったけど、意外と咲いてますね。ちょっとピントが合えへんな。ちょっと映像が暗なってしまった。ボタンを押し間違えるとね。よいしょ。そこら辺もちょっと咲いてますね。まあ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 、こんな感じですよね。で、そこが極楽寺さんなんだろうね。他に特別に何かがあるというわけでも、でもこれ猿すべりちゃうか。猿すべりが咲いてないな、まだ。遅いな、ちょっと。はい。なんかの腰掛け石、対向車の腰掛け石があるみたいな、これ。ね。どこにそんなのあるんだろう。はい。はい。対向車の腰掛け石いうのはどれかがわからないんですけどね。まあまあ、いいですわ。まあ、そんな感じでした。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。